よし、2年目、阪神2年目ですね。12球団クリアするやつの阪神の2年目です。去年は優勝することができたんですが、惜しくも勝てずと、日本シリーズで最後の最後オリックスに負けちゃったね。あれオリックスだっけ、どこだっけ、最後の最後負けたの。ソフトバンクか、あれソフトバンクだっけ、じゃあオリックスだ、オリックス。浅村に2打席連続スリーランかなんか打たれたんだった。まあ多分シーズンは優勝できるんで、シーズン終了まで行ってクライマックスシリーズぐらいまで行きますわ。よし、優勝することができたんでクライマックスシリーズまで来ました。成績見てるんだけど、なんでこれで優勝できたのかっていう成績の選手がちらほらいるんだよね。 6.60、 そして岩崎が 6.00、 5勝7敗44ホールド、すごくないこれ。 6点台で勝ちパーやってんだけど、まさかようこれで勝てたよな。で野手は全然打ってないんだよね。マルテが2割でしょ、サトテルが2割3分3本で、ロハス・ジュニアが2割3分4人14本一応代打で上げておくか。で西川が2割3分6人10本これ1番です。まあ良かったのは近本2割9分6人16本43盗塁そして鈴木誠也3割4分3人50本142打点ここが行くね。あと大山良かった、3割2分3人23本121打点この辺だな。糸原に0割3分6人だから、北条も3割8本って優秀だな。こんな感じなんでちょっと勝てるか不安なんですが、クライマックスシリーズぐらいは正直勝ってほしい。もういけるわ。じゃあ日本シリーズまで行こうか。日本シリーズまたオリックスになるような気がするんだよな。いや楽天来た、12ゲーム差つけられた楽天か。まあ、去年オリックスにやってやっぱ勝つことができなかったんでリベンジしたかったんですが、まあいいでしょう、相手が楽天でしょうが、相手にとって不足なしと。まあ、千賀でいきましょう。この2人がダブルエースがえぐいんだよな。18勝5敗14勝6敗1点台コンビ。1番西川がどうなんだろうね、足は速いが塁に出る力があるのかと。1番外崎の方がいいんじゃないかと、まあ、ちょっと1番西川やってみよう。塁にさえ出れば盗塁はできる。で近本も走れるし、そして3番に鈴木誠也でしょ、そして大山でしょ、そして北条がいて、その次殿崎と。あれ殿崎北条か、どっちだっけ5番。あ北条殿崎か、殿崎は長打力がちょっと少ないんだよね。もうちょっと長打打ってほしいんですが、はい線が神変えよう。ここはもう配線処理でもいいんで、今季登板なしの馬場で、よし千賀をちょっとできるだけ引っ張りたいというか、引っ張りたくないんだよな。何試合も投げてもらう千賀西にはとか2人で本当は投げてほしい。千賀西で全試合投げてほしい。あでも青柳もそこそこ頑張ってるか、青柳は中継ぎでもいいんだよな。北条が調子良くなかったらロハスジュニア入れて、ショート木浪、ファースト西川。木浪がやっぱ有能だわ。ファースト、セカンド、サード、ショート守れるから、まあサードは固定されてるんですが、西川がファーストを守れるから、使い勝手いいっちゃ使い勝手いい。木浪と相性がいいね。外野ファースト守れる西川と、内野全部守れる木浪。相性がいいです。よし、いいぞ。本当はこの辺で変えたいんだけど、よし、もう変えよう。あとはじゃあ秋山に、よーし今回いけるぞ、今回こそはいける。本拠地で2連勝でも本拠地か、このあと3連勝される可能性は全然あるんだよな。だからいかに千賀と西に投げてもらうか、この千賀と西が投げたら勝てるんだと思うんだよ。問題はあとの他の残りの試合なんだよね。青柳、ロハースジュニア、トロサキ、ゼフチョウなら、あー笹本でも守備考えると外崎外せないよな。9番に落とそう。向こうは外国人3人クリーンアップか。阪神も正直外国人補強してもよかったんだけどね、ファーストの。まあもうどっちみち優勝できるしいいかなと。あんまり阪神を強くしすぎると次セ・リーグ戻ってきた時不利なんで、頑張れ頑張れ青柳。打線は頑張ってるぞ、打線は頑張ってるぞ、打線はすごく頑張ってる。頑張れなんとか。おお怖い、10対7すごい乱打戦。これで3連勝か。
これでだいぶ楽になったね。あと西千賀でどっちか一勝すればいいんでしょ。ここ連敗しても、ここ負けても、ここはもう負けてもいいわ。この2人回復してもらって、モッチーは1回休もうか。多分明日千賀投げ、明日千賀もしかしたらワンチャン投げれないかもしれないから高橋にしとくか。ロハースジュニア使って5番に置くか。まあ、一応長打あるんでね。あとチャンスにも強い。まあ、それなら代打でもいいんだけど、代打ヨーカワがいるからな。ヨーカワ代打まで持ってます。中谷って持ってたっけ代打。まさか中谷、ヨータニ、ヨーカワがなんだかんだ1軍にいるとはな。まあ、シーズン中は2軍だったんですが、サトテルがおえおえ君になっちゃったんで、さすがにちょっとダメだなと思って。まあ、一応足、走力、ダイソー要員では使えるんだが、いいぞ。ああ、引き分け。まあ、悪くはない。近本のスリーランホームラン。ババが怪我したか。ババ下げよう。ここで岩崎上げようと思ったんだけどね。やっぱり最後に頑張った岩崎を上げてもよかったんですが、シーズン通して。打たれはしたが頑張ったもんね。斧かこれ。千賀投げれるね。じゃあ千賀でいこうか。エゴシが絶好調らしい。エゴシ上田上げとくか。できたらファースト守れる人が欲しいね。マルテがね、おえおえだからな。関口今季初一軍ここに来て、エゴシ使おう。せっかくだしエゴシで、関口も使おうか。でピッチャーは千賀、西もいけるんだ。あとこの2試合どっちが勝てばいいでしょう。銀次が9番ファースト出たね。銀次がファースト守ってるようなチームには負けないよと思うんだけど、うちのファースト木浪だった。ファースト木浪のチームってめちゃめちゃ弱そうじゃない。実際打てないんですか。まあ、外野に打てるやつがいるからね。はい、初回に3点。辰巳すげえ、58打点58盗塁だ。打点も結構多いね。1番にすれば小深田、田中、グロシン、ゴドウィン、オコエ、深江、足立、銀次。ホルバイン今日使ってないのありがたいな。左ピッチャーで予想したのかな、もしかして。残念でした。千賀でした。辰巳すごいね。西川塁出て、近本ヒット打って、鈴木誠也が倒れたが、ここで大山がヒットでつなぐと。そして今日5万でスタメンの木浪がヒット。で、外崎犠牲フライ。いいね。コツ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 単打でつないでいきましたね。これはもう千賀にあとは任せてもいいでしょう。よーし、優勝と。あ、そう、松井監督だった。阪神松井監督だった。そういえば矢野を解任したんだった。優勝できなかったから。優勝する前にしたんだっけ。毎回奪三振。阪神の次どこだっけ俺。阪神の次はロッテか。次はロッテ。ロッテ何位順位は。何 FA は全然 OK よ。マルテ聞こうか。 FA してくれや。98勝40圧倒的だな。ロッテ最下位か。これはちょっと厳しいよ。最下位スタートは厳しいよ。ロッテさん、もうちょっと頑張ってくださいよ。まあ、この2人が圧倒的だわ。西戦が、西の方がイニング数長いんだな。登板数は一緒か。防御率もいいし、投球数も多いと。中継ぎではスアレス、望月、87イニング、79イニング。岩崎、63イニング。防御率6点台。モイネロ、60イニング。えぐいな、これ、失点。千賀と変わんないじゃん。
でも防御率詐欺はしてないと。42の42、よよ49ホールドも上げれたな。逆にこいつは54イニング投げて6点台、ひどい。しかも防御率詐欺してる、ひどいね。この辺はちょっと 1.114、 えぐい。 RC27 ってこと初めて見た。あ、 27RC27 が11ってすごくない？初めて見たは言い過ぎたけど、11、こいつが9人いたら11点入るってことでしょ。長打率6割7分、出率4割4分2、えぐ。近本8号あるんだ。しかも走れるという。殿崎もいいし、ロハスジュニアはやっぱ良くないね。西川も良くない。まあ、西川まだ足があるからまだマシか。出塁率低いね。もうちょっと高く保ってほしいから。盗塁は、ああ高い、864。しかもとも高いと。サトテルすごいな。2割3分クリーン、3本7打点。あんま試合出てないのか。 OPS 高い。なんだかんだ8超えてるし。木浪はちょっと良くないね。あ、下手んだな。まあ、完全に千賀と千賀西、まあ、あと中継ぎ陣、鈴木誠也、大山、近本ぐらいで勝ったかな。そう思ったら結構いるね。結構ピンキリだったけど、強い選手は強いけど弱い選手は弱いみたいな感じでしたね。そして次あるロッテはどうですか。藤原とかどうなんで、いい感じに成長したりしないのかな藤原。千賀、西川、友崎、鈴木誠也、近本と。鈴木誠也、近本、友崎、西梅。MVP 鈴木、本塁打、打点王、盗塁王、西川、最多安打、鈴木誠也、最多勝、西、最初勝率、西、最初防御率、西、最多打線、千賀、最多戦、もう一度最初、おお、最優秀中継ぎ。防御率6点台で最優秀中継ぎ。そして西は MVP に選ばれなかった。MVP じゃ沢村賞選ばれなかった。かわいそう。じゃあ別のチームで続けると、で次やるのは最下位のロッテ。頼むぜロッテ。最優秀防御率どんな感じですかロッテさんは。先発なんか中継ぎなのか抑えなのか、なんのこいつは。すごい起用法されてる。クロフォード、種市、もうそんなにめちゃくちゃ悪い感じは。佐々木朗希じゃない、月早か。もう岩下とかえぐいな。6点台。あ、石山いるじゃん。あ、8.50。鈴木、あ、ドラ1の鈴木か。からかわ、そんな悪いかな。小松崎だって、すごい強っ。中森、元も、うまいことやれそうじゃない？整備したら。この辺だか、タイタリ G か。伸びいい。問題は野手か。おお、2割7分くらい、意外と打ってるじゃん、茶谷。和田もいるし、福田、まあまあまあ、10本。ああ、2割13。2割6、20本。2割7、10本。3割目に17本。2割3分。2割3。キャッチャーは誰がやるんだ？キャッチャー、柿沼が成功したのか。佐藤、としくん。としくんね、キャッチャーでいいくない？キャッチャー D でこんだけあるんだったら。藤岡、加藤、山口、藤原、外野で使いたいね。福田はいいや。小川、ショート。ワイヤーは和田、藤原かな、菅野かな。サードがいないのか。あ、でも福田サードにして、ショートでしょ、セカンドでしょ、ファーストでしょ。 DH を流動的にトシ君使ったり。控えだな、控えがちょっと弱いな。控えが弱い割にズバ抜けた選手がいないと。やっぱりこうなると FA だな。FA で補強するしかないと。井口監督でいい。おお、鳥谷打撃コーチ。投手コーチ変えようぜ。
拾った。ここは、キャッチャーは、草焼戦術。松川。鳥谷に行こう。スカウトはいいの、スカウトしてくれよ。外国人も取るべし。弱いのは内野手だから、ファーストか、サードが弱いから、サード。だから FA で金を使いすぎると、取れなくなるよというのを教えてもらいました、阪神に。ちょっと高いね。2億。2億4000払うでしょう。あー、だから、この辺の外国人に金使いすぎなんだよな。井上1億はないわ、8000万。福田は正直、最悪首でもいい。右だけ用意に使ったらうまいこと打つのかな。合ってんだよ、原稿でしょう。4点台も原稿でしょう。畑はまあ OK。加藤はトレードしてもいいかもしれない。安田も原稿。菅野はまあいいでしょう。まあいいでしょう。 OK。 原稿。まあまあ、ね、元がそんなに高くないからな。この辺で金使っていこうぜ。金を稼いでいこう。まだ若い。28なんだよな。もうちょっと首が涼しい。ちょっともう、首切るか。ちょっと思い切って。27でしょ。赤徳2つ。3球種持ってますが、赤徳2つ。27、ちょっと厳しい。157キロ投げますが、まあまあ残しとこうか。西川22歳。30。で、これミートが上がったら化けるんだよな、こういうやつって。残そう。成田くんは顔がイケメンなんで残そう。いらない。いらない。なら、二十歳だしね。中森も残そう。なかなか悪くないんだよね。伸びビーとかあるからね。もうちょっと頑張れそうなんですが。150、27歳か。コントロール良くなったらワンチャンかな。こんだけ赤とかあるやつは無理だ。25歳でこれはきついよ。足だけ速い。ロッテにこういう選手多いんだよな。セカンドは中村いるからいらない。24歳、頑張れ。山本、156キロ投げれますが、29でこれはちょっといいあれかなと。27、首が涼しいよ。25、20歳、28。27億。外国人の4億と、まあ、あと FA で選手取るでしょう。血の粛清を。これが阪神を1年で首位に導いた男よ。4位から。次は6位なんだよな。4位から1位はなんとかなったんだけど、次、6位から1位はだいぶむずいよ。1年で。大粛清をしていかないと。あとドラフトで当たりを引く。おぉ、二刀流来た。いやー、強い。これ欲しい、絶対。阪神、巨人、ソフトバンク以外行ってくれ。最悪。俺が次使いたい、これ。158。いやー、すごい守備がうまい。パパとも悪くない。もうこれドライチでしょ。で、野手でもドライチだもん。投手はまあドライチクラスじゃないけど、野手がドライチクラス。二刀流で育てるか、どっちで育てようかな。よし、単独ありがたい。どっちで育てようか。野手で育てるか。
正直ヤシノがいいよな。投手として微妙でしょう。時間かかるわ。基本野手でいくわ。だからまだこの辺が取れると、154キロの抑え、これ取れるのでかくない？ちょうど今中継ぎに困ってんだよな、ロッテは。161キロ、158キロ、球の速いやつを取っていく。137の三球種もいいんじゃない？野手はそこそこ球がいたはずなんだよな。145、クソ投手ドラフトになっちゃったけど、正直ロッテ1年で優勝するのはむずいかなと。野手は FA でなんとかなるっていうのを期待して投手を取ります。北、伊達、荻野、古市、川田、いや二刀流しかも単独で取れたのでかくない？なんでどこも取らなかったんだろう。みんな投手として見てたのかな、野手として見ないと。投手も悪くない。とりあえず野手で使いながらワンチャン投手でもいけたらなと。まあでも今年投手結構取ったからね。イタリア勢セーフか、ちょっと抑えにしたかったんですが、いいとこの思っていれば。あー寸前末、まあこいつは中継ぎなんでいいでしょう。荻野、古市17歳高卒、左の球種は多いと。川田ドラフト5位、伸びがないが逃げ玉。山口はな、世界を知る男、 WBC 決勝で先発してるしね。そして KB も殴ってます、酔っ払って病院の。おー、ダブル阪神のソフトバンクだ、やったぜ。そら3割4分3厘50本142打点ならメジャー行ってもいいでしょう。やったぜ。関係ないんだよあんまり阪神は。上林、おー打てるようになったね。京田、まあショートがいないっちゃいないか。田口、森友、48分7人の西川はどうしようか。西川取るか。西川取ってファーストサードやるすか。源田2割3分8人か。上林は怖いんだよな、格変が。うちにいた時そんな活躍してない。うちにいた時、俺がソフトバンクやってた時そんな活躍してなかったんだよな。ってなると、まあ、西川は安定して打てそう。しかも7100万って安い。で、外野は二刀流も入ったし、和田もいるし、それはショートの方が。茶谷を最悪外野に回すこともできる。ホームランも上林。だこの守備は、ショートでこの守備はいいんじゃない？しかも2人ともさ、高くないからな。高くないけど逆に言えば鈴木誠也クラスの大物が今回いないからな。京田、西川、よし。まあ、野手2人獲得したのは良かったんですが。あっ。プロテクトするの忘れてた。まあいいや、いいでしょう。明石、大和、梶谷、平田、あとここで結構拾いもんできたからな。モイネロというマー君、マー君まだやれるかな、まだやれる。この金なら取ってもいい。丸はもう無理か。2年かな。マルティネス、則本、マルテも無理だよな。大瀬良クビになってる。大瀬良ワンチャンあるんじゃないの。サンタナもワンチャンあるよな。
大瀬良サンタナマーク、大瀬良中継ぎで使おうかな。サンタナはまあ代打か DH とかで使おうかなと思ってます。海外留学はコリアで北を野手で行かせて、安田ちょっと赤とが多すぎるね。藤原にするか、いい得のがあるっていうのを考えると。だからここで内野を増やすか、それとも小川を生かして打てるショートにするか。でも藤原を育てたいという気持ちが俺にはあるから藤原にしよう。単純に藤原を育てたかったんだよな、好きだから。お金はあると。じゃあキャンプカットする前に外国人を呼ばないとな。ファースト、サードだよね、やっぱり。西川でもサードやらすか。西川にサードサポジを覚えさせて、西川サードやらして、で、ショート菅、ショートに強度でしょ。で、福田は一応セカンドどこでもできます。ファーストもできます。チャタニもショートどこでもできます。でもセカンドチャタニにして、ファースト福田、守備的にそうか、セカンドチャタニにして、ファースト福田にして、外野は菅野、和田。外野も弱いな。しか普通に外野で使うか。まあ、一応、サーポジ覚えさせておいて、最悪外野でも使えるようにしとこう。で今、外国人で必要なのは、やっぱり、ファーストだな。ファーストの外国人ならいっぱいいそうだしね。じゃあキャンプカットで。よし、キャンプ終わりまして、外国人が、2人今とこ来てるけど、ピアソン取ってみる ?1 億5000万。これなんでも4億待った方がいいか。まあでも強そうなんだよな、ピアソン。まあでも24歳で強す。ピアソン行くか?井上行くならピアソン行くか、もう。いや。ちょっと待とう。4億の外国人待つわ。いや待とう。ここは待つ。ここは待って、ピッチャー、一応ピッチャー陣は、エース、二木、2番手、種市、3番手、クロフォード、4番手、小松崎、これはオリジナル選手ですね。で、5番手、岩下、6番手、マー君。中継ぎに小島、スロースター持ったから中継ぎに行きました。で何でもできる古谷君、そして戦略外だった大瀬良を中継ぎで、神田君、これでオリジナル選手で、唐川、楽天から来たこの159キロになります。そして対左にはめっぽう弱い登場。そして抑えは石山、怪我ちょっとねしやすいので、36歳っていう年齢が気になるか、いいでしょう。で野手の方は1番福田、2番福田、じゃあ1番和田、2番福田、3番西川、4番中村、5番茶谷、6番サンタナ、7番京田、8番井上、9番佐藤俊君。問題はパワーヒッターがいないんだよね。パワー D、パワー C、パワー 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 E、パワー A、サンタナぐらいか。サンタナ、井上、あの西川もそこそこ期待できるけど、長打打てる選手が全然いないっていうところがちょっとあれなんですが、まあ北に期待していこうかなというふうに思います。それじゃあ終わりましょう。あ、開幕戦まで行こう。ライバルはソフトバンク、じゃあオリックスか。ライバルはオリックスが優勝してるもんね。とかまあライバルは5球団全てなんだけどね、最下位だったから。しかも補強もめちゃくちゃいい補強ができたわけでもないとロッテ、やっぱ鈴木誠也クラス補強しないとな。モイネルも補強できたしな、あの半時阪神は。それがあって4位から一気に1位になれたんだけど、あともともと大山とかいう打てる選手がいたから、大山近本がいたからな。そこまでズマ抜けてる選手が今いないんでね、まあ、打てるとしたら中村ぐらいか、打ってたの去年。ピッチャー陣はね人が足りないんだよね。中継ぎの先発はそこそこいいのが揃ってる、若くて。
だ黄金時代は作れそうな感じなんですが、黄金時代を作りたいんじゃないんだよね。早く優勝したいんだよ。とりあえずファーストの外国人でいいのが欲しい。バレルいらない。ロジャーズ、タワーズ、ピアソン取ってもいいかもしれないね、最終的に。それじゃあ終わりましょう。バイバイ、さよなら。